なんかね、最近ニコ生ずっとやってて楽しいんだよ。ただ楽しいだけ、ただ楽しいだけっていうモチベーション相当高いのね。何が足らないんだろうっつって本当に気づいたんだよ。俺が一番、いや変わってないのモチベーションは。なんかモチベが足んねえなと思ったら、やっぱりね、ライバルが足んないんだよね。完全に思わない？みんなも思わなくない？ライバルが本当に足んなくない？真面目な話。いや、本当に言って。この、調子に乗ってると思われるかもしんないけどさ、ニコ生にさ、ライバルがいないんだよ、本当に。モコでいいじゃん、ほら、ね、モコでいいじゃんとかさ。で、昔はさ、俺なんかよりすげえやついっぱいいたんだよ。木を、あいつらぶっ飛ばすべえ、みたいなさ。それいないわけよ。なんかやっぱりね、そういうハングリー精神がね、著しく今俺の中で欠如してる。ハングリー精神が同じぐらいでライバルギリギリ横浜みなんか、みどりさんも正直なんかもうなんか死にかけの落ち武者なんだよな、なんか俺からしてみたら。え、もうぶっちゃけた話さ、ここだけなんですよ。みどりさんもう落ち武者じゃない？なんかさ、そういう競争相手がいねえとさ、モチベーション上がんないわけよ。かといってさ、なんかニコ生を捨てるのはなんかやっぱ俺的になんか違うわけよ。もう俺一大決心一個決めました。今日をもちましてニコ生チャンピオンを返上します。もうその肩書きを捨てます。いりません。ニコ生チャンピオンは返上しました。ゼロからやります。インターネットチャンピオン目指します。伝説の千年に一人しかなれないニコ生チャンピオンは今日限り。いや、これマジな話ね。もう俺のこと言わないで、申し訳ないけど、みんな言うでしょう。あ、ニコ生チャンピオンの、もう今日で返上しました。また10万位から始めます。10万位去年もよ、10万位から始めたんだ。でも夏終わった時に俺1位だったのね。夏終わった時に1位になってたの。10万人越したんだよ、去年 1ヶ月だけで。いるか、そんなやつ。今のところあるな、インターネット10万位な、俺10万位6月27日現時点で10万位ね。おい、今からインターネットパワーランキング決めようぜ。おい、インターネットパワーランキング決めようぜ。1位誰？今インターネットで一番、今のパワーランキング1位誰？インターネットパワーランキング、これ俺が権利取るからね。はい、あれな、ちゃんとじゃビル・ゲイツとかなしな。インターネットパワーランキング1位誰？ヒカキンがパワーランキング1位なの。インターネットパワー、ヒカキンが1位なの今のところ。2位は、じゃあ2位は、2位インターネットパワーランキング2位誰なの？ 2 位。とりあえず日本投げにしようぜ。とりあえずに、日本だ、光るな。1位がヒカキン。ちょ、お前らちゃんと言えよ。1位が、いや、幕末史なんかもう全然多分、150位ぐらい。1位がヒカキン、2位が、誰？はじめ、あ、はじめ、光る。3位がはじめ社長ね。4位は？ 4 位。4位。税金4位じゃねえだろ。正規4位じゃねえだろうが、顔気持ち悪いだけだろうが、絶対4位じゃないわ。絶対4位じゃない。あ、ここにあ、おい、インターネットパワーランキングすでにあるらしいぞ。なんだそれ。へぇー。え、なんかすげえ。なにこれ。これ何？これ何これ。何これ。俺今6位にいる。インターネットパワーランキング6位に。1位がライブ、2位がアニジャがライブするアニドラ、戦闘力2526、これこれ8月12日誕生日、戦闘力12000、これ何なのこれ。これ俺知らないんだけど、このサイト何これ。これ何これ。これ何なのこれ。20位にもいるの俺。あ、本当だ。インターネットパワーランキング20位にもいる俺。何この、この矛盾。これな、
これ何なの、何を表してんの、これ何を表してんの、これ。同時接続数、ニコ生だけアクティブ。何これ、何このインターネット、このじゃ1の8万って何、何このパワーの集合体。え、このパワーの集合体は何なの一体。ミスター都市伝説。なんだこれ、何このサイト、初めて見たぞ。配信者勢いランキング。マジでインターネットパワーランキングじゃねえかよ。俺インターネットパワーが上がってきてる。みんなの力が集まって俺のインターネットパワーが上がってきてるよ。この短時間で5800まで。あ、しかももう一人の僕も上がってきてる。インターネットパワーランキング。どうやって上がってんだよ。どうやって上がってんだよ、このインターネットパワーランキング。俺たちスクローズ勝手にインターネットパワーランキング。名前ダサくない？何配信者勢いランキングって。素直になれよ。インターネットパワーランキングでいいだろうがよ。これが今の俺のインターネットパワーらしいよ。これが今の俺のインターネットパワー。現在のあのパワーは10万位としています。全校集会、今全校集会。今全校集会、全校集会。全校集会中。なんか、ちょっと起爆剤くれ、起爆剤。起爆剤ちょうだい。いいコメントあったわ。なんかインターネットチャンピオンってちょっと名前出せえじゃん。インターネットヒーローにするわ、じゃあ。すげえ、なんか子供たちにもさ、受けそうじゃない？おめえらも言えよ。YouTube とか見ててよ。友達とかにさ、何の YouTube 見てんのって、加藤純一っていう人見てるよ、つってさ。どういう人なのって、あ、加藤純一はインターネットヒーローだよって、そうやって説明してくんね。嘘ついてないんだし。あ、そうするわ。今日から。ニコ生チャンピオンをマジで返上します。今日限り。今までありがとう。2011年ぐらいに、襲名してから、6年間、王座を守り続けてきましたが、インターネットヒーローになります。俺は、今日から。ヒカキンが、お前のこと配信王子で気になったぞ。いいじゃん。相思相愛じゃん。相思相愛じゃねえかよ。もう今日限り本当にチャンピオンベルト本当に返上するから。返上します。今までありがとう。俺のこと応援してくれて。ニューインターネットヒーローが誕生しました。ここに。さっきのインターネットパワーランキング。おい、ちょっとまず安心しようぜ。ライバル決めようぜ。ライバル。ちょっとさっきのインターネットパワーランキング。YouTuber 人気ランキング。へぇー。見てみようじゃねえの。え、1位デカキン。あ、100位、じゃあ100位から行こう。